ダンベル合わせたまま、このままできるだけ後ろまで下ろします。これだけ肘を開きます。これきついぞ、きつい。じゃ次は本番ということでですね、皆さんこんにちは、山本由伸です。今回は武田子さんの弱点を攻撃しよう、弱いところを攻撃していくようなやり方でいきたいと思います。どういうことかと言いますと、弱点のトレーニングですね。まあ、弱点いくつかあるんですけれども、今回はまず大胸筋にフォーカスしてみましょう。ちょっと大胸筋を見せていただけるでしょうか、はい。大胸筋このような感じになっていますが、大胸筋を強化するときというのは、まあ、普通上部、中部、下部、内側、外側、このような感じで分けていくんですが、こうして見ますとなかなか上部ちゃんと発達しています。じゃあちょっと横向きになってですね、こういういわゆるサイドチェストの取ってみましょう。今こう大胸筋こうなってるの見えますか、真横からですね。でこうなっていて、今この辺り結構盛り上がってます。で上の方もなかなかいいんですけれども、下の方のここの盛り上がりもうちょい欲しい。ありがとうございます。そしてあと外側のこの輪郭ももうちょい欲しいということになりますので、この下から輪郭にかけてここを作っていきたい。でよく輪郭でいうとダンベルフライというようなお話をしているんですけれども、この下の方のですね、この腹筋にくっついている部分、こちらは腕をこう上から下に下げていくような動き、まあ、肩関節の伸展と呼ばれるような動きになるんですけれども、この時に結構使われます。これはプルオーバーで結構使われるんですね。ですので今回この大胸筋の下部から輪郭を狙う種目として、ダンベルベントアームプルオーバー&フライというものをやってみたいと思います。まあ名前の通り、ダンベルのベントアームプルオーバーをやってできなくなったらダンベルフライというような感じでやっていくというものです。では早速試してみましょうか。はい、ではまず最初はアップなんですけれども、アップしながらフォームのチェックもしていきたいと思います。最初のダンベルベントアームプルオーバーなんですけれども、このベントアームプルオーバー、背中とか上腕三頭筋にも結構効いてしまいます。これを避けるためには大胸筋を狙うという点では少し肘を開く方がいいんですね。ですのでダンベルをこう合わせて肘を少し開いた状態でベントアームで下ろすという感じでまずやってみましょうか。はい、でここから肘曲げてダンベル合わせたまま、このままできるだけ後ろまで下ろします。これだけ肘を開きます。肘を開いてそして曲げたまま持ってきます。はい、これを何回かやってみましょうか。これきついぞ。このようにダンベル合わせて肘を開いてやるだけで結構きつい、うん、まあアップなんですけどね。ああめっちゃ無理くる。この腕が上から下に来る、この時にこの腹筋にくっついている部分の大胸筋が使われてきます。もう一回いきましょう。はい、はい、ではここからダンベルフライです。ダンベルフライ内転を意識しますので、肘を開きながら下ろして上げながら体の方に近づけていく。はい、肘を張りながら下ろして肘を体に近づけながら上げていく。そうです、張って内転、そうですね。もう一回いきましょうか。はい、はい、OK です。はい、アップはこんな感じですが、感想はいかがでしょうか。これやってみないと分かんないと思うんですけど、本当に下ろすときに胸に
かなりの熱いのと力入ってる感じがあるんで、これ一回ちょっと皆さんにやってほしいです。きつい。じゃあ次は本番ということでですね、今12キロだったので本番何キロになるのか、これは竹田子さんにお任せしたいと思います。では本番18キロでいきましょうか。6回です。いきます。はい、息を吸いながら肘張って下ろして、吐きながら、うん、はい、OK です。はい、感想はいかがでしょうか。訂正します。ダンベルフライまで全部がきついです。今6回だったんですけども、だいたいこれぐらいの回数ができる重量でやっていただければと思います。そしてもしですね、デクラインベンチですとか、シットアップベンチとかでできるような方は、デクラインでやった方が、フルオーバーもダンベルフライも下に効きやすくなりますので、それも試していただければと思います。まあ、フラットベンチの上で膝を立てて腰を浮かすというやり方でも可能ですので、フラットであんまり下に来ないという方は、そのようなデクライン気味にしてやるやり方も試していただければと思います。はい、それでは Q&A の方に移りたいと思います。竹田さん、はい、お願いします。お願いします。今回もコメント欄からいただきました。多くのメニューをやってると次の日はオフ、ボリュームを半分にするんだったら2日続けても行うと。トレーニングのやり方としてハイボリュームの日だったら1日1回オフ挟むけど、ボリュームを抑えめてる時は2日連続で抑えめのボリュームやって1日休むっていうパターンのトレーニングをしている方だと思います。この方からの質問が、オーバーワークの観点からだと今の2パターンはどっちの方がいいと思いますかと。はい、基本的にですね、トレーニングというのは完全休養した方がいいです。どういうことかと言いますと、完全休養しない、毎日何かしらのトレーニングをするというようなことになりますと、やっぱりコルチゾールは絶対出ますし、そのような状態でトレーニングしてテストステロンの低下なども起こりやすくなってしまう。そして毎回トレーニングするということは、まあ、毎回筋合成も起こっているということになります。ということは ATP がそれに使われてしまうんですね。合成も分解も毎日起こってしまうとなりますと、それに ATP が使われて回復が遅れてしまう。ですのでオフの間バルクアップしたい期間はちゃんと完全休養の日を作る、これが大事になってきますので、毎日ちょっとずつやるというのは減量中だったらいいんですけれども、バルクアップ中は避けていただいた方がいいかなと思います。じゃあ結論からすると、今のパターンの場合はだったら1日ボリュームのトレーニングして次の日しっかり休んでまた1日の方がいいですね。 ですね、その方がいいかと思います。はい、ぜひ頑張ってみてください。はい、今回は竹田子さんの大胸筋の弱点の攻撃、そしてオーバーワークを避けるためのトレーニングプログラムについてお話しいたしました。面白かった、興味が持てたという方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。